ハッッピーラッキーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい皆さんこんばんは金曜日の夜7時になりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりました Thank you。 えー、第百第131回を迎えておりますハッピーラッキーミラクルタイムでございます今日は4月の14日ということでですね、えー、もう本当にね、えー、だん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 こう、えー、陽気がですね増してきまして、えー、いい季節をねこれから迎えてくるねタイミングに皆さんなってきましたねさあね本当にね 本当にいい季節が来るんだぞということでね、昨日の江戸川橋の東京支社大仙人セミナーではですね、お話をさせていただきましたけども、キーのです、ね、日程は5月12日ということでね、5月12日でございます。はい、5月12日は何の日というとですね、はい、なんとなんとなんとですね、5月12日といえばですね、私、ちょっとね、今はですね、 えー、自宅からソーシャルディスタンスをしておりますが、自宅で飼っております。我が家のですね、えー、カムイ君というですね、えー、ポメーラニアン君がいるんですけど、黒の、えー、彼の誕生日です。<laughs> 何のこっちゃ <laughs>、えー。5月12日なんですね、はい。もうね、あと1月弱なんですね。はいまあ、昨日もね、 えー、セミナーお越しの皆さんありがとうございました。そして、えー、皆様のですね、えー、いろいろ応援もありましてですね、えー、今日大声に一山越えてきました。えー、そしてですね、えー、いよいよ5月12日に向けてですね、えー、大ューファミリーの皆様とともにですね、えー、次のですね、まさに次の未来を作っていこうという段階に完全に入りましたよと。 いうことなんですね、はい、そのお,、まあ、お知らせといいますかね一つのですね大きな流れというのがですね、えー、次々にこう来日していらっしゃるですね、えー、世界の大富豪ということでねこれなんで、ね、日本って今もう本当にね昨年のですね日本の出生数ですね赤ちゃん生まれた数79万人しか生まれなかったということでね えー、これ、史上最低と、えー、いうことで、えー、しかもですね、えー、死亡者がですね、史上最高ということでね、えー、戦争の時代以外の話ですけどね、えー、40数万人、約50万人ぐらい人口減っちゃったよと、昨年ですね、えー、に日本大丈夫ですかみたいなね、なんかそんなニュースばっかりなんですけれども、ね。 えー、ところがところがところが世界が日本を見てる、ねえー、その視点は全然日本人自体が気がついてないんですよということなんですね、はいえー。それは世界中の大富豪が次々に日本に来日をしてですね。はいえー、やっぱりねそのお忍びでいらっしゃる方もいらっしゃるんでニュースにもならないという場合も多いんですけれども。はい 今週、えー、ニュースになりましたですね。はい。それがこの方でございます。えー、世界一の投資家。このね、おじさんですね。<laughs> ウォーレン・バフェットさんですね。はい。いらっしゃっております。日本に来日中でございます。えー、ホテルはどこに泊まっておられるのかわかんないですけど、まあ、東京でしょうね。はいで。なんとですね、このウォーレン・バフェットさん、ね、おととい来日されたんですけど、 その足で昨日じゃじゃーん、この富士山のお水から、ね、あの無限の水素、CO2 排出ゼロ、ね、どこでも誰でも簡単に作れるよという、ね、触媒反応を利用した原子状水素を、ねえー、発明したよという、世界特許のこのね、エネコホールディングスの会社。はい なんとバフェットさん、昨日行かれたんです。マジでですすかって話ですよね <laughs>、えー、大潜入ファミリーの方で、昨日あのたまたま行ってらっしゃった方がいらっしゃって、えー、ねこの会長が、実は今、えー、このおっちゃん、ウォーレン・バフェットさんがですね、えー、あそこの事務所来てるよっていうご報告があったそうなんですね。はい じゃあそ,のそもそも何しに来たんですか、ウォーレン・バフェットさんってね。という前に、このウォーレン・バフェットさんって何者っていう話なんですね、はい。これも皆さんね、ググっていただいたらすぐ分かりますよ、ウォーレン・バフェットってね。はい、なんとこの方、今年8月で御年93歳、はい。アメリカ人でございます。アメリカのね、ネブラスカ州というね、とんでもない田舎ですね、西部のね。 えー、そこのオマハというですね州都があるんですけどもそこのご出身でもうですねその130万円これね不思議な話ですね、えー、一番最初にご自身がですね高校生ぐらいの時に初めて株を買ったねそれなんかねおばさんか誰かからもらった1万ドル、えー、日本に出た時130万円ねえ130万円で今からですよ約ね 75年ぐらい前に <laughs>、その株を買われたのが130万円からスタートなんですよ。ね。で、この方の個人資産ググったらわかりますけど、今7兆円あります。<laughs> 75年で130万円が7兆円になっております。ね、世界一の投資家なんですね。はい。で、 えこの資料はですね、このそれこそエネコホールディングスの説明会でいつも説明されているものを私、お土産でいただいてきているやつなんですけど、つまりこのバフェットさんが投資会社をされているんですね、バークシャーハザーウェイと言います、はいえ。これもですね、ニューヨーク市場に上場してるんですけど、1株の株価がとんでもないんですね、1株なんと、これ、桁、分かりますか、皆さん、これね。 えー、6144万,万3742円。これ2023年4月5日現在。ということですね。はい、つまり、ウォーレン・バフェットさんが会長されているバークシャー・ハザーウェイという会社の株は一株ですよ。一 <laughs> 株なんと6100万円もつけてるんですね。はい えー、これはですねあの、バフェットさんがね、えー、もう本当にこのご自身の、ね、顧客の方に総発行株数61万9938株ですから、上場会社としてはね、ね。すすごいい少ないですよ、ねはいえー、例えば分かりやすく言うと、ねえー、日本のトヨタ、ね、日本一の会社のトヨタは発行株数30億株あります。ね だから逆に言うと、発行株数が少ないのでね、ねすごい高値がつくんです。えー、この投資会社純利益率1 8、えー、60 6年前にこの会社を立ち上げられたウォーレン・バフェットさんね、ねねですね例えばですね、えー、その会社のね、えー、利益、ずっと積み上がって配当されるので、株式配当と言いますけどね。はい どれぐらいの配当されてたかというと、60年間でですね、年間22%出てたっていう計算になるんですね。とんでもない有料会社なんです。ですから、6100万円というですね、一株。はい。ということは、これね、えー、皆さんこのお話聞いて、ね、ピンと来られる方、ピンと来られますよね。いつも、エネコエネコのね、説明会行かれた方はもうご存知ですけど、ね、えー、会長がですね、エネコはこの上を行くよと、一株ね。 えー、なぜかというとこっちはこのおっちゃんはただのウォーレン・ド・バーオスのすごいけど、ね、ただの投資会社それに対してエネコはですよこのお水でですねお水でもうエネルギー問題を解決しちゃったよというね世界中の、ね、世界中のですよまさにこのビジネスエネルギービジネスを完全にね改革してしまうエネルギー革命を起こすんだと、えー、いうことでまた別の資料でこの前1回ご紹介したことありますけどねはい。 アメリカの証券会社ナスダックが水素株は11ドル規模約1,500兆円の革命で次のテスラを誕生させるとねそれはどこでしょうかというようなことで要するにエネコしかないんですよということをウォーレン・バフェットさんがね情報を得てねそれで。 NASA 公,公式ホームページもう1個の資料ですよねこれこの水素ねまさに、えー、新たなです、ね、水素を製造する企業ねえー、現在のエネルギー危機は化石燃料太陽光風力では解決できません水素がそれを解決します、えー、この水素が実用化されれば水素を製造する企業はエネルギーの世界で最も重要な企業になるでしょうですよね そして2020年代に最もパフォーマンスの高い株になるでしょう。ほとんどの投資家は現在、水素株に見向きもしていません。つまり今が買い時なのですとこ書かれているのがナスダック。これは2022年5月17日、去年のナスダックの公式ホームページです。ね、でこれを、これを見たバクシャーハザーウェイのウ、ね、ォーレン・バウエットさんが本当かよって。ね。 で私ね偉いなと思うのは90御年今年93歳8月でねすごいなと思いますねやっぱりすごいね投資の基本なんですけど単なる情報だけじゃなくて自分の目で確かめに来たっていうことですよその話本当なのとね日本の富士山の麓の会社が本当にそんな発明したの自分の目で見てこなきゃもちろんそれが 本当なら、ね私も投資しましょうと、こういうことですよね。<laughs> 当たり前の話ですよ。ね、わかりますね。だから見に来られたんですよ、ということなんです。このね、すごさわかりますかね。大成人の、大声人ファミリーの皆さんはね、ほとんどの皆さん、ね、エネコホールディングスの説明会行かれてると思うので、もう一回しっかり、この事実、ね、 はい、本当にそうなのか確認してくださいね、ヤフーニュースとかでも出てますからね、ウォーレン・バフェットさんね、はい、そしてこのウォーレン・バーェットさんね、私、本当に面白いなと思うのは、御年、今とし93歳なんですけど、アメリカ人なんですよ、本当にアメリカ人でして、一番最初に買われた株がコカ・コーラで、それからね、ずっとね、 えー、なくてはならない本当に人間の身近にある私たちの身近にある生活になくてはならないでもね、えー、そのまだそんなに高くないよっていうふうにあんまり見向きもされてないよという株を本当に集中してね大量にこそっと買われるんですよ。ね、でご自身もですねすごいなと思うのはいま <laughs> だにもうすぐ93歳なのに。 大好物はですねマクドナルドのハンバーガー1日3食マックでもいいそうですビッグマックでええー、ってジャンクフードじゃんって話なんですけどね <laughs> でも超健康らしいんですよでもちろんあの飲み水っていうかねドリンクはあのチェリーコークこれねあの あまりにも甘すぎて日本で販売されてないんですけどアメリカでチェリーコークっていうのがあるんですね一番ね砂糖が濃いやつ糖分だらけ <laughs> 砂糖だらけのコーク一日に 500ml7 本も飲むんですって <laughs> たまにケンタッキーフライドチキンなんですって <laughs> すごくないですか93で,で全然健康なんですってはい でなんかかかりつけのあのお医者さんは普通の人間だっっっったらとっくに死んででるるはずだだてて <laughs> おっしゃってるそうですだから人間ってねやっぱり不思議なんですね。それぞれね皆さんねやっぱりね合う合わないってあると思うんですよ。後ほどね私またメタトロンの話しますけどね例えばねベジタリアンがいいとかねあのー、いろいろ玄米食がいいとか健康食ね。 いいろろ気をっメタトロンではね肉食しないとダメですよってねあのちゃんとね栄養が取れませんよという人ね3分の1ぐらいいらっしゃるんですよあのそういう人はねあのベジタリアン向いてないんですね、はい、まあまあアメリカ人型っていうんですかねウォーレン・バフェットさんが多分そういう方だと思います <laughs> 生まれつきそういうふうにできてるんですね DNA がねはい ですから私はやっぱりウォーレン・ド・バフェットさんにまあ習ってですね、大仙人はまあ食はね、あんまりこだわりはないんですけど、やっぱお酒大好きですからね、大仙人飲みすぎだよとかでよく私もね、大仙人ファミリーのね、女子に怒られるんですけど、やっぱ好きなものはやめられないんでね、はい。やっぱね、楽しくね、飲み食い、食べる飲むっていうのをね、 えやっていただければいいんじゃないかというのは、ウォーレン・バフェットさんからも教えられたというね。はい。そして、あのこの話は何を言いたいかというと、ウォーレン・バフェットさん、当然、昨日見られてですね、おそらく投資してこられると思いますよ。ね。ただし、ウォーレン・バフェットさん残念ながら未公開会部、今のところまだ未公開外部である、ね、えー、猫の株はもらえませんよね、当然。はい。日本人じゃないんでね。日本人しかと、これ、エージェント、この水のエージェントになった人だけが、 ね、会長かからら株いただけけるわけですからねそのエージェントになるお値段がなんと爆笑派遣のこのウォーレン・バイフトさんが最初に株を買った時の投資額も130万で同じっていうのもねなんか宇宙のいたずらを感じますけどねはいで1株エネコの株は6100万円以上以下にねなるなんてことありえないよって話になるわけですよで100株もらうわけでしょ皆さんね 6100万円かける100株ぐらい計算してくださいねっていうね、計算が苦手な女子もね、よろしくお願いしますよという話がありまして、来年の夏に実現しますからね。はい。ですから、心の準備をしておいてください。でまだ、えねこの説明会行ってない方は、早く大仙人ご連絡くださいねで。大仙人は一応4月はですね、ちょっとね、いろいろバタバタしておりますんで、エネコの説明会行きませんけども、5月の15日以降、 えー、日程を設けますんでね、はい、久,久々に行きたいなという方も是非で,、ねいいはい、ですからねいよいよね本当にねこういう形で私がずっとねこのもう131回の鳥越アズでね日本が世界の中心になって新しい技術で日本が世界を引っ張っていくんだって話をしてますけどね 日本人だけなんですよ。本当にそんな話あるのかよ。本当かよ。なんてね。それ嘘、嘘じゃないのさいじゃないのとかね。もうね、もう本当にね、あのね、寝てるのはもう皆さんみたいなね。早く起きてねっていう話になるわけですよ。で、今日の後半もね、DD もう一つのね、えー、デジタル革命、デジタルね、ブロックチェーンを使った えね、本当の意味での仮想通貨、それから NFT という、ね、デジタル資産を発行している DDFINTIC の話しますけど、ねえー、本当にこれ起こってきますからねもうね皆さんね、あのねそれ本当ですかとかいうそういうお話の段階じゃないということをね早く気がついてくださいね。世界の本当に分かっている人たちはこれウォーレン・バァストさんだけじゃないですからね。 ウォ、えー、ーレン・パガトさんは資産7兆円で、それでも世界第、えー、7位です。はい。世界今第3位の長者が、まあのね、マイクロソフトのビル・ゲイツさん。ビル・ゲイツさんは実はもう日本のね、軽井沢に移住してきてますからね。<laughs> はい、えー。これはね、お忍びですんでね、言っちゃいけない話なんですけど、なんでじゃあビル・ゲイツさん定住してきてんですかっていう話なんです。ねえ。もちろん、日本に 投資するからです自分の資産をねで移住してきたら何がね何がね外国人にとって有利なんですかというとねこれはですねビザの関係がありまして日本ででのビジネスがしやすすくなるんです、ね、旅行者だったら無理でしょ定住をしますと税金を払わなければいけません。 そうすると、まあ、ある意味市民権を得たみたいな形になるわけです。選挙権とかもちろんないですけれどもね、税金を払う形になりますから、あじゃあ不動産買ってもいいですよとかね、えー、株買ってもいいです非常にビジネスがやりやすくなるわけです。ほとんど日本人と同じ立場でですね、いろんなことができるようになってきます。なぜかというと、日本は民主主義国家ですからね。 えー、ルールにのって法律にのとってやっていただく分に限ってはですね別に外国人を差別するようなことはビジ,ネスビジネス上ではないわけです。ですから逆に言うとこれからねえ実はあの、ね、例のね、えー、一時期、えー、一番中国人の中で一番のお金持ちだった、ねえー、あのジャック・マーさん、ね、アリババの、はい、あの方も日本に来てるわけですよ。 えー、東京のホテルに1年間スイートに住まわれておりますよ。なんでですかって話ですよね。はい。それからあ、あるですね、スウェーデン人の方もね、大富豪もいらっしゃっておりますし、ね、モナコの大富豪もいらっしゃっておりますよ。名前は言えませんけどね。はい。これ知らないのは日本人だけでございましてね。で、逆に言いますとね、大仙人のこのお話を聞いて、ピンと来た方は、皆さんね、 本当に、ね、ラッキーなんですよすなわちどういうことかというとね少しね第二世紀のお話の、ね、中身が本質の部分が分かってくるようになります。つまり私は何が言いたいかというとねやっぱり私たちは、ね、この地球上に住んでですねこれから、ね、世界が平和に向かっていくこと、ね、そして人類がやっぱり仲良くすることね戦争のない世の中にすること ね、そしてやっぱり子供たちのためにねあるいは孫のためにという方もいらっしゃるでしょうねこの地球をですねきれいな地球を残していく義務がありますよね責任がありますはいいい世の中を作っていく責任がありますからね義務がありますからねですから私は今千歳一遇のチャンスが来たんだよということを皆さんに知っていただきたいんですつまり日本人になんです日本人のあなたであればね それを作っていけるね、権利をあなたは今得てますよということに、早く気づいていただきたいんです。そしてそれに気づいていただいたら、ね、大仙人がいつも毎週毎週ね、お話ししています。あなたの本質の部分、ね、心という世界の中にキラキラと輝くあなたのね、本当に素晴らしい力が。 まだまだ潜んでますからそれを一緒になって発掘してね一緒になって発掘して一緒になってこの新しいね地球を新しい世界を新しい日本を作っていきませんかっていう話なんですよ。ねえいいでしょうで今日も大仙人はこのねえー、これも4回連続で、えー、紹介させていただくことになると思いますけども 立花、えー、大慶さんの幸せ通信今日はね第2シリーズの神様の壺というですね題名の本をですね紹介させていただきたいと思いますはいこれあの書店では売っておりませんはい立花、えー、大慶さんのね本だけを扱っておられる、えー、本心案というですね発行書がありましてそこにですね注文するしかこれねないんです。 幸せ通信神様の壺ぼね、今日もちょっと皆さんにね、すごい大聖人が感動している話をですね、ご紹介したいと思います。えー、第173ページに、「心の本体」、「心の本体」という章がありますんで、これちょっとね、少し長いですけど、読ましていただきます。バガバット・ギータというヒンズー教の世界的に有名な聖典があります。それはアルジュナとという英雄と クリシュナシとの対話で構成されていますクリシュナってねヒンズー教のすごい、ね、人気のある神様なんですね物語は戦場の場面から始まりますアルジュナが戦車に乗って登場します戦車といってももちろん紀元前何世紀という話ですから、えー、馬数頭で引く形式なんですそして意外なことにはこの戦車の御者を務めているのがクリシュナ神なのです アルジュナが車を両軍の中間まで進めてくれと言いますとクリュナは彼の言うままに車を進めます妙な話だと思いませんかどうして神様が魚車で英雄といっても人間に過ぎないアルジュナが命ずる通りに動くんでしょうかこれは心というものがどういうものでどのように働くか教えてくれている話なんです心はゴムひも の後書きに書きににましたように心はごめん言ね,第週ね先々週ご紹介したやつですね「心くんは運転手でしかもとても有能な運転手で私たちが思う通りの地点まで何とか道を見出して運んでくれます」どうやらバガバッド,バガバッドギーターの作者も同じ発見をされたようで心の働き方を魚者のクリシュナ神という配役で示しておられるのですと。 くんと付き合うようになって彼についていろいろ発見がありましたこれは立花先生がおっしゃってるんですね彼の持つ驚くべき能力が次第にはっきりしてくるにつれすごいことだなと思うのですが本当は心君にはにもっとすごい能力があるんでしょうね私たちが勝手に心くんの活動を制限する枠組みを作ってしまっていて心くんがそれ以上の能力を発揮するのを邪魔しているのが真相なんです。 くんは本当はクリシュナ神でつまり神様で大きな神様が自らの身を、ね、知事に割いて私たち一人一人にこれを使いなさいと使いこなせるようになるまで練習してごらんとご自身をプレゼントしてくださったのが心君なのですですですから心くんは大きな神様の分身なのです分身ですから大きな神様の 持っておられる能力はそそっっくりそのまま持ってま持てすはっきり言ってしまうと心君は大きな神様がそうであるように全全知全能なんですそういう素晴らしい運転手にものすごい馬力の乗用車を添えて「神様は私たち一人一人に使いなさい使いこなしてみなさい」と与えてくださっているのです。とてもすごいことだと思いませんか このウルトラエクセレント運転手付きの命の車は私たちの思い通りに実に生命に動いてくれます。どう見てもこれは神様の目指している方向じゃないのになという目的地にでもちゃんと届けてくれます。これも妙ですね。心くんは全知全能ですから先をすっかり見通していて最終的にこの人がどの方向に向かうべきなのかちゃんと知っているはずなのです。 なのになぜその方向から外れていく向きに対してもその間違いを指摘しないでその人の希望通りに車を走らせるのでしょうかこの疑問に対しては「心はゴムひもの」の章に載せたメッセージが参考になります私たちは昔神様の庭であるエデンの園という楽園にいましたそこで私たちは楽しく安らかに暮らしていました ところが神はわざと私たちが知恵の木,の木の実を取って食べるように仕向けました私たちはその実を食べて初めて肉体を意識し時他の別を知り神と人との間に隔てを感じるようになりついに私たちは神にも背を向けてエデンの園から外へと出発してしまったのですこれね聖書のお話ですよね私たちの人生に苦難が次々に襲ってくるようになったのはその時からです神をなぜ私たちを なぜ私たちをお見捨てになったのですかと、えー、聖書にも叫ばざるを得ないような場面に遭遇するようになったのはその時からです私たちがこのような道を歩まねばならなくされたのはもちろん神ですしかしそれは決して神のののななすすところではないのではいその証拠にその門出の際には自らの身を割いて心君を一人一人に添えてくださったではありませんか 私たちがエデンの園で生きていたときには、全知全能の心はなかったのですよ。神は私たちに心を与えることによって、何を意図しておられるのでしょうか。心はとても精妙なマシーンなのです。ですから、とても操縦が難しい。なかなか思う通りに動かない。ふら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 、一輪車の操縦どころではない難しさです。 そんな心くんが実は神で全知全能なのですですから心を自在に使いこなせるようになればその人は全知全能を使いこなせるようになったということ言い換えると神の位創造主の位に立ったということになります神の意図はそこにあって私たち一人一人を神と等しき者となってほしいと望んでおられるのですそのためにはどうすればよいか神の言うままに ああ意味を進めるだけの存在であってはならないわけです。間違う自由を与えねばならない。間違うことによって初めて知る、賢くなるということがあるのです。ですから、どのような方向へも心君は運転してくれます。ところが、面白いもので、誤った方向に行くと、必ずそこに不調和と混乱が生じてきて、 最後にはやはり元の地点まで戻らねばならないようになりますその経験を通して一つ賢くなるのです神の望む方向に向かうと全てが調和して良くなり心の底から喜びが湧き上がってきますその経験がさらにその人を進化させるのです 善の経験も悪の経験もその人を進ませることになります。ですから神さんは人に善の行為をする自由と同時に悪の行為をする自由も与えておられるのですと。やがて心君と完全協調の関係となって神と等しき存在に成長することを願って。 心は思う通りに動いてくれ何事も思い通りだとおっしゃ,っしゃいますが私がこう,思思こうありたいと思ってもなかなかそれが実現していきません。これはなぜなのでしょうかこれはねこのね本の読者の方からの質問です。で立花先生が答えられております。一つには心くんが傷ついていませんか心くんが傷ついていると。 あなたを運ぶエネルギーがありません腹を立てたり物を苦にしたりイライラしたりすれば心が傷つきます心くんは実はあなたのものではないのです神からお借りしている存在運転手付きのレンタカーなのですですから心を傷つけるのは大変な罪です心を癒し 養っっててやることとによって心君は本来の能力と知恵を発揮できるようになりますでは心を癒し養うにはどうすればいいのでしょうかというご質問がまた読者から寄せられてるんですけども橘大慶さんはこういうふうにおっしゃっております。黒住教の階層の黒住宗忠さんは「ありがたきまた面白き嬉しき」 三木三つの木あのお酒ですね神様に捧げるお酒の三木にかけておられるねありがたきまた面白き嬉しきと三木を備うぞ誠なりけるという歌を読んでおられます心は神ですからその神にありがたいな面白いな嬉しいなという気持ちをお供えしなさいとおっしゃっているのです その気持ちによって心くんの傷が癒え養われるのです。実際この方法で黒住宗忠さんは医者からも見放された病気から奇跡的に回復されたんですさらに根本的なところを言いますとありがたい面白い嬉しいという気持ちは実は作り出すものじゃなくて心を空っぽにしてやればそこから おののずと湧き上がってくる気持ちなのですですから無心になるというのが本当の癒しであり癒しないなのですと。いかがでしょうかねえー、そしてもう一つすごくいいことを書かれてるんですちょっと途中を飛ばしますけどもね。 えー、26年間胃の病に苦しんでついに死のとこについていた黒住宗忠先生はあ死のやとこについていた人に黒住宗忠先生はこんなふうにおっしゃいました「この道では症状という形かっこあるものはすっかり病に任せてしまって」「そうすると言う」 有言限の,、ね、の本来の性質に従っておのずと終わりに向かうのです。心は神様と一体という心になられて心だけはまずさっぱり平誘なさい。症状つまりあるものに引きずられて心を動揺させられることのない状態になりなさいということを閉じる。そうすれば心が一切の原因ですから。 形も直に,お治,りにお治りなさるでしょうとこれもう少しあのあの簡単に言いますと肉体の方にある病はうっちゃといてほっといて心は、ね、さっぱり無心になったら、ね、形の方は勝手,に勝手に治っちゃうっていうふうにおっしゃってるわけですそうおっしゃったところたちまち病気が癒えてしまったということですと それはここうういうことなのです。病気というものは症状は終わろう終わろうとその方向に歩み去ろうとしています。ですからその自然の流れに任せておけばいいのに人はその症状を絶えず気にして思いを膨らませませす。注意がずっとそこにとどまるとその対象に命がこもるのですと。 つまりその病気にどんどんエネルギーを注いでいることになります。帯状門に向かっている病気さんを必死で出ていかせまいとその存在を支えているということが症状にこだわり不安になり心配する心ですと。そしてもう一つ思い通りにことが運ばない第2番の原因ですと。 根高教祖はあの根高教というのもねこれも幕末に黒住教と一緒に、えー、幕末に起こった信仰宗教なんですけどね根高教祖は一心に願えお,おかげは我が心にありとおおっっしゃっていますおかげの有無はつまり思いが現実化できるかできないかは心の状態以下にあり心が一心という状態になればおかげはあるとおっしゃってます。 いるのです心配という心の状態がありますがこれは心ががあちらこちらららこに配られてて、てしまってエネルギーの集中でできいいない状態です。タクシーの例でいきますと運転手さんかっこ心さんに行き先を告げたらあとは運転手さんの優れた能力を信頼して電と座っておればいいものを途中であれこれ指示したり。 目的地を変更したりするものだから運転手さんも途方に暮れて結局行き着けなくなってしまうのです。一心というのはその逆で一旦決めた目的地をしっかり心の中心に据えて心の力を信頼して揺るぎないのです。そうすれば心のエネルギー全てがその目的地に達するために 使えますはいいかかがでしょうかね、えー、素晴らしい心理をですね、えー、田島大慶さん、ね、分にされております。本当に、えー、大慶にもこれ十数年前にね、10冊シリーズがありましてね、このね、えー、幸せ通信ですね、本当にあのずっとですね、愛読書としてですね、大事に大事にしてたんですけど、最近ね、ちょっとね、えー、本棚の奥に隠れたんですけど、 えー、本当に最近ね読み直したらやっぱりねもう一度ね感動がよみがえってまいりましたで、えー、前半の最後にですね皆さんにねつまりこれからね日本がね向かうね世界の平和とね、えー、そして人類の大調和の時代を迎えるねこれ日本が中心になって作っていくんですけども,も端的に大仙人は前半にねこれでまとめたいと思いますねはい私たちにはですねこの肉体を持っている限り過去 現在、未来というね、この1つの、あの3つのですね、えー、この時勢というのがありますね、はい、過去の記憶があり、ですね、えー、未来へのですね、えー、希望とか期待とか不安とか心配、そしてそれを両方抱えながら、今という瞬間を生きているわけですよね。 はいですから端的にこの3つどういうふうに昨日のねセミナーでも皆さんに、ね、お話ししましたけどねこの放送をお聞きの皆さんにもプレゼントをしたいと思うんですね。まず人間は未来にね何を持っていけばいいのかもちろん期待と希望ですよね世界の平和そしてね人類の調和ねそして私たち人生が本当に天命が全うされてね私たち自身が本当に、ね、楽しく豊かに そしてね幸せに暮らしていけるようにという、ね、願いを込めてその期待をね希望とともに歩んでいく。ね大仙人ファミリーとともにです、ね、その期待と希望を持っていただきたいわけです。そしてじゃあ過去はって言ったら過去は私はよく生ゴミって言ってますね。過去は生ゴミです、えー、何をどう取り返そうと過去はもう過ぎ去っておりますから皆さんの前にはもうありません。ね ただただじゃあ過去に対してはどういう態度をすればいいのかというと過去にはもちろん全てはオール感謝です、ね、今心くんが皆さんにあげてくれた、ね、皆さんにとってもいいことも悪いことも含めて、ね、全部勉強になったよ、ね、自分自身の学びになったよというふうに捉えたら全てはあありがたきかなでしょ <laughs> ありがたきって言ってましたね先ほど黒住宗忠さんねはいそして 今という瞬間は、はい、大見木の後の二つの木ですよね。嬉しき、楽しきです。今という瞬間を、楽しく、面白おかしく、嬉しく生きる。これがね、ナイセニューファミリー。皆さんに、三つの時世、ねえー、生きていく秘訣ですよ。これで世界が平和になります。 全てのの争いいは人間の心からだととうことも、ねえー、あります、ね、ですからそこの部分、ねえー、今日前半すごく話が、ね、長くなりましたけどすごく、えー、今大事なタイミングですので大潜入ファミリーの皆さん是非大潜入とともに歩んでいきましょうはいスタッフさんそれではよろしくお願いします。はい リッチャンド・ベリシークラブの方のリッチャンド・ベリシー投資塾でございます今週、ね、日本株ね上がってきました、いよいよねこれね、はっきり言います、先ほど言いましたウォーレン・バフェットさん効果なんですよはいウォーレン・バフェットさんね、あの日本株買い増しするよって記者会見でおっしゃいました特にね、もうはっきりおっしゃいましたえ日本の商社株ですね、五大商社株三菱商事、三井物産伊藤忠商事、住友商事、丸紅 この5つ5、5%ずつね、大株主にもうなられて2年前に投資されてるんですけど、それをさらに8%まで引き上げるっていう発表されました。ドーッと上がりましたね、弟からね。日本の株。えー、って <laughs>。ね、ほら、大勢に言ってる通りでしょ。もうね、合図なんですよ、ウォーレン・バーフェルさんがね、そうやってね、わざわざ。日本まで来て記者会見して言うっていうのはね、 これはあのウォーレン・バフェットさんも、ね、誰かに動かされてやらされてるんですよ、<laughs> お分かりですか、ねえー、あの時がその合図だったんだなっていずれ分かる時が来ますからね、はい、リッチ・アンド・ウルシー、としずく今、参加が一番ベストのタイミングですので、お待ちしております、はい、高次元宇宙波動研究所の方を参りましょう、先ほども言いましたようにね、ねこれもウォーレン・バフェットさんね、ね本当にありがたいネタを提供していただきました。 えー、メタトロンセラピーでですね皆さんの波動からどういう食事が合うのかというのを、ね、お試し価格の5500円税込みの,、ね、あのその方でもでも、ねえー、お出しすることができます先ほど言いましたように大体です、ね、3分の1ぐらい分かれるんですけど3分の1ぐらいの方はですねやっぱ糖分取らない方がいいんですね、はい、炭水化物あんまり取らない方がいい。 こういういい方はねねやっぱ、ね、ベジタリアンに向いてますでもね3分の1の方は肉食しないとエネルギーが取れない DNA になってますよというのも事実なんですねはいそしてもう3分の1はあの乳製品とかねはいあの油、ね、油製品ね、えー、これ油をですね良質な油の方がもちろんいいんですけどね えー、これをですねそこからエネルギーを得るタイプの人がいるんですよですから乳製品を結構取った方がいいみたいなね、えー、肉食を取るか肉食を取っていいという方とか、えー、ベジタリアンで糖質をあんまり取らない方がいいよという方はねあの乳製品ダメなんですよ、はい、これですから面白いですねやっぱり人間のタイプってね本当にねセンサー万別いろいろありますですから ぜひね、ご自身がね少なくともね、どのタイプなのかっていうのは知っておいておられた方がいいと思いますよ、特にね、ダイエットにね、いつも悩まれている女性の方ね、単純に炭水化物カットのね糖質カットのダイエットではですね体力が落ちてエネルギーがなくなってねえ、自分の要するにね、えー、本当にエネルギーが出てこないということも3分の1にいらっしゃいますからね。はい そういう意味で、ぜひですね、このメタトロンセラピーね、恩恵になることを大仙人はお勧めしたいと思います。動画なしオフィスでお待ちしております。はい、スタッフさんどうもありがとうございます。はい、えー、それでは後半の方ですね、えー、前半がだいぶ長きましたんで、今日はもう本当にあと6分少々で。 えー、DD Fintech の、ね、デジタル革命、デジタルマネー革命の方のお話、今日もね、えー、e スポーツのお話したいと思いますね。これはなぜかと言いますと、えー、先週ですね、私の盟友である池山先生にね、e スポーツの配当ですね、あこっちだ、えー、このリベースというですね、リベースというのはリベラル e スポーツの略で、リベースというのがですね、これはね、アプリですね。 t d フィンテックがラクザと協業でですね、このアプリを、ね、開発をして、えー、e スポーツの大会がですね、当初予定された4月頭がちょっと延期,し、ま、延期されまして4月の26日からスタートということで、えー、リベス1口10万円で NFT を購入していただくということなんですけれども、えー、配当はですね 配当という言い方しちゃだめだそうなんですけど、分担金というそうですけどね、会員の皆様に分担金という形で、ですねその e スポーツの大会に参加されている方から参加費を取るそれから NFT の売買で上がった収益を分配すると、これは分担金ということですね。はい、でもう早速、今年のですね7月以降、 えー、10万円で一口買った方については30万円の配当がほぼ確定してますよとこれはあの e スポーツの大会の、ね、4月の26日から始まる大会の、ね、参加者それから、ね、NFT の購入者云々の計算から割り出されているんですけどもちろん先週ですね、えー、どん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 ですねこの e スポーツのリベースの方にね メタマスクのお話しましたよね。イーサリエムのね、えー、このですね、えー、NFT を売買できるね、ウォレットと、ここリベス、ドッキング、我々のね、ウォレットの方もドッキングしていきますんで、えー、イーサリエムの会員さん、使っている会員さんがですね、メタマスクと言いますけど、3000万人、世界で3000万以上、今ひょっとしたらもう6000万人とかになってるんじゃないですかね。 でえー、そして中国の、ねえー、私たちが協業 DD フィンテックが、ね、協業している救急ファーレンという、ねえー、合弁企業がありますけれども、えー、その合弁企業のオフィスがです、ね、今、えー、北京のです、ねえー、中国の国内専用ね えー、空港のですね、えー、ターミナルビルに入ることになっておりまして、今、建設が急ピッチで進んでおります。そしてそこに、ですねテンセントという、これはですね、えー、実際アリババも、ですね先ほどジャック・マンさん、日本に来ていると言いましたけどね、ねアリババも、このね、えー、DD フィンテックのね、えー、推し進めているですね、えー、救急ファーレンショップの e コマースの中の、ね、部分に。 アリーババの100万点の商品が入ってくる予定になっておりますしこれはもうねジンズ・ジョ・ファーレンの子会社になったからですねでテンセントでのは世界一のゲーム会社でここがですねこのリベスのですね NFT のね e スポーツの参加者を募ってくれるわけです、はい、そのアプリがアニメータということでそのアニメータも一生懸命今作られておりますよとということは中国のこのねテンセントで えーえー、ゲームをですね、えー、参加している方がですねくいるんですくね、えー、実際に e スポーツを参加している方が今分かっている数字だけでも3 4千万人いるというふうになっておりますでまあまあ数字はねこれからどん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 増えていくんでそうなるんでしょうけどとにかく私は皆様にね大仙人ファミリーの皆さんにお伝えしたいのは、えー、e スポーツ実はねものすごい人気でして えー、DD フィンテック全国に今、この 1, 万口1口10万円で1万口を販売してるんですけども、もう7000数口売れてしまいまして、えー、あと3000口を割ってしまいましたということで、えー、実は今日、えー、急遽です急、ねえー、その割り当ての割り当てのですね、えー、セミナーがあ、セミナーじゃないね、ねズーム会議がありまして、私一応、東京支社長なんでね。 えー、皆さんのために東京支社としてとりあえず40口確保させていただきました、はい、ですから一人一口10万円で、ねえー、言っても、ねえー、40口買っていただける方は40口買っていただいてもいいんですけど、まあ、仮に一口、ね、買って、えー、申し込んでいただいてもいいんですけど40人で終わりです。ね えー、二口三口買っていただいた方がいいに決まってるんですなぜかと言いますと、駅で出たんです。2023年中に分担金なんと300万円出ます。2 0 2十年来年は600万円になります。2025年は800万円になります。ですから逆に言うと、NFT の価格もそれぐらいの価格で売却できるということになります。ということは、NFT として 売却する分は持っておきながら分担金も欲しいよねっていうねだから複数枚買った方がいいじゃないですかねえ40口しかありませんあとねこの話聞かれてねあ,や,あやばいって思われた方大勢に早い者勝ちですからね大勢にお申し込みください早い者勝ちですもうすぐ売り切れると思いますはいというわけでええ、もうこれ事実ですから えー、皆さんにはですね、本当に準備をしていただきたい、な、ね、んだかんだ言いながら、やっぱり豊かさはまだまだ皆さんにはお金ね、はい、私、分担金として皆さんに配っていきますので、NFT とかコインとかね、先ほどのエネコの、ね、株とかね、これはまあ会長がお配りになるわけですけど、私の紹介でね、い、えー、くわけですから、ぜひ、大体についてきていただきたいと思います。 というわけで第131回ハッピーラッキーミラクルタイム今週もこの辺で時間がまいりましたそれではまた来週お会いいたしましょう DAYKYU